当時日本中で大暴れした不良学生たちはツッパリと呼ばれ世界現象となった。そしてここ千葉でも。行こう、無視よ無視。サンちゃん、立ち読みなんかしてると遅刻するわよ。あ、ああリコか。はいはい、立ち読みストップ。バカ、いいとこなんだよ。ここでやめるとかありえねえから。リコ行こう。じゃあ買いなさいよ。そもそも立ち読みなんて泥棒行為なんだから。立ち読みは泥棒じゃないです。立ってチュラーっと読んで、あ、家でゆっくり読みたい、そう思わせて買わせる本屋の巧みなテクニックです。そんなに夢中になって何を立ち読みしてるんだい。ほら怒られるよ。うるせえやつらです。ほほう、面堂とかいうキャラが増えてぐっと作品をメジャーにした感じがしたが、高橋留美子も分かってきたよね。実は僕も漫画家を目指しているんですよ。漫画家を目指しているんですよ。僕は高橋留美子のようにチャチャチャッとタイミングだけで描いて、なんとなくなんとなく個性が認められて、忙しい時には一発書きでいけそうな感じの漫画家を目指しているんですよ。そうなんですか、頑張ってください。もう知らないよ。ちなみに君は足立みつるが好きか。はい、あのタッチ大好きっす。ならば私が南ちゃんのことをしっかりと説明してあげよう。カレンダー、よくそんな言葉知ってましたね。いよいよ行くか、いよいよ行くかって言い続けて1週間ですよ。こうして毎日リコさんの投稿を待ち伏せして。いや、今日こそ行く。分かってるんじゃないですか。あ、リコさんは何気に三橋が好きなんじゃないのか。ああやっていつも叱りつけたりしているが、なんやかんやで三橋が好きなんじゃないのか。黙れ谷川、俺の心の声を喋るんじゃねえ。やっぱり思ってたんですね。思ってねえわ。バカなの、チビなの、ねえ思ってねえわ。リコさんは俺の彼女になるんだよ。リコさん。あ、今井くんおはよう。リコさん、君は席を外してくれたまえ。席を外すんだよ。じゃあね。ダッシュダッシュダッシュ。